だからなんか結婚してるっていうね、よく世間でこう束縛されるみたいなことがありますでしょ。そういうの全然ないから。そうですね、あの外で全然遊ばないんですよね。あのもう少しね外で遊んでもらいたいなと思うんですけど、あのいつもお友達がうちの方に来てくださってるので、あの割と仕事の延長みたいな感じですね。あんまり干渉しないように心がけてます。40代とかね50代になった時の萩原健一っていう人がすごく興味があります。とってもきっとすごく素敵に変わってくれるんじゃないかなと。イエーイ。なるほどね。うん、なんか途端に顔が緊張しちゃいましたけどもね。幸せそうね。でもね、そうですね、あゆみさんはとってもなんかこう落ち着いて綺麗で幸せなんだなと思いますね。うん、ところで向こうからなんか来ましたな。ひらひらと。何でしょう。あらあら、これ どうなってるんですか。はい、実はあの、ええ、1週間ばかり早いんですけど、証券がね来週26日お誕生日迎えるんですよ。しかもなんとこれがみそじになる30歳のお誕生日。とうとう証券も30になりましたから。それと、ええ、キーボードを担当しております、ええ、篠原さんが今日誕生日なんです。あ、そうですか。どうも、足りない、ケーキが足りない、これを不景気というんですね。来週で30です。どうですか、30という声を聞くと僕なんかもう緊張したもんですけど、10年ほど昔に。なんか30ってのは意識しますか。いや別に来ていません。そうですか。30の抱負は一生懸命仕事す。一生懸命仕事ね、証券30はまだまだ年じゃないぞって一息であのロウソクを消してくださいよ。篠原さんとちょっとロウソクが違うんですけど、一緒に消そうか。あれー、それじゃあ頑張ってよ。工藤監督さんと、あと先輩である井上隆之さんがこの金曜娯楽館に来ていただきました。どうもありがとうございました。それから、山城さん、吉村さん、どうもありがとうございました。また呼んでください。それでは。本当にでもいいね、あの役者の心を持って歌がやれて、歌詞でありながら